DW レッスンの鈴木です。堀田で,です。ダートークこの番組は DW レッスンの講師陣2人が DW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポートキャスト番組です。DW レッスンはオンライン、所張景色でのマンツーマンの DTM レッスンから、動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。YouTube にも毎週さまざまな動画をアップしておりますので、そちらもぜひチェックお願いします。はい。ということで、もうすぐゴールデンなウィークをやっていきますね。そうですね。 <laughs> っていうなんかは、まあ、特にテーマはですね4月の今24なんではいってる時が公開も24ですねなるほど <laughs> 今日です滑り,滑り込みの滑り込みですねそうですねはい、はい、まあこう季節あんまり関係なく動いてる身としてはあんまり実感がないんですけれどもはいはいはい周りがこう浮き足立っている感じがああなるほどゴールデンウィークどうするみたいな <laughs> いやどうもしませんけどみたいな <laughs> <laughs> こっちはライブの仕込みどうするみたいな感じでするからまあまあそうだんまね、あ、プレイヤーさんとかだとなんかみんなが休んでる時にいかに働けるかみたいなところやっぱありますもんねそうかもしれんですねなかなか業が深いよねって思うんですけどいつもまあまあそんなこんなで <laughs> はい <laughs> えと今回のテーマなんですけれども、はい、えと前回の時にコメントで頂い,いていた はい、これは自分の中で一つのゴールだなぁと感じた機材楽器やプラグイン等についてみたいなはい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 、すごい壮大な壮大ですね今回感じなんですけれどもうん何かありますか堀田先生的に。機材じゃ機材と楽器とプラグインで分けて見ていきましょうか。 それがいいいっっすよね,そうだねゴールって難しまあなんか前提として現状に100%満足してるかというとそうではないよなっていうのが全てのカテゴリーにおいてやっぱり言えるのでうん、うん、これ買ってよしゴールだって思ったことは残念ながらない あ性格的なものもあるのかもしれないですけどね。はははいはいはい、はい、と言ってるとこう話が進まないのでお互いまあそれはそうだねはい理想に近いなみたいなイメージですかねこれどちらかというと。ってことなのかなって思うんですけどねうーんうんうんうんまあ講義なうえで、まあ、万能だとかさなんかいろいろあるじゃん特化した何かとかさそういうまあなんかいろいろあるとは思うんですけどはい今のある中でこれがこうなんだなみたいなやつがあればいい、ね、うんうんそうでということですよねうんうん なんかかありますか今これお借りしてる意味ではあるんですけど「9098、はい」90の域は結構今これ何だろう今取ってるやつですねああそうなんだそうなんですいつもこれアメックのラインから出てるんですけどうん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 替えが効かないですね SNE よね9098ってう <laughs> これ年代の割には相当かもしれないうーんうーんう、ね、あとなんかそのなんて言うんですかねデメリットで言うんであればカリッとした感じというかシャリシャリしすぎるとかって言うようとは思うんですけどうんうん、うん でもこれでしか出ねえことあるなっていう意味では一つのゴールなんかなっていう気はしていますよね。割と手に入れやすい価格帯だよねだと思います。10万ちょっとぐらいかな。下手したらいないぐらいで買えるかなみたいな。ね、ちょっとまた最近の値段は分,分かんないけどね。それぐらいで買えてたりとかしたやつの中では断トツでいいな。うん、そうですね。確かに10万で買える。しかもチャンネルストリップ そうす。というふうにすると最近のコピー系、うん、ニーブコピー系とか多いじゃないですかだったらそれぐらいの金額だと思うんですけど、うん、確かにどっち選ぶって言われたらを選びそうな気がんなん,なんすかね本当変な感じですけど特化している感があって。 そうですね万能では全然ないと思います <laughs> 正直とはいえただゴールっていう意味で花、うん、の単語が来た時にうん、うん、最初に来たのは自分ちにあるカメラボではなくうん、うん、<laughs> お借りしてる立場があの9098だったっていう、うん、音の方向性の好みっていうのとさはい、はい、その完成度とかってちょっと違うじゃないですかあのです、ね、機材としての完成度みたいなどちらかというと校舎じゃ好みでもある 好みでもあると思う。もともとプラグインで<ー> PX からあの、なんだっけ、ブレイマックスでしたっけ、うん、プラグインアライアンスかな、うん、から出てる2098っていう、あの、9098の、ねね、コピーがいた時から知ってたではあったんですけど、もの、はい、が全然違うぜってなってしまったのと、はいそう、使いどころが違うのもあるんですけど、まあどっちも使ってるんですよ。<laughs> 使ってるけど、それでもやっぱ、うんこっちの方のこれ感はすごい。 っていうのはあるかなギターに挿して使う時もありますね DI かまして。ああっていうセッティングをそのんだろうあの大,大先輩から聞いたやつとかもあったりとかしたっていうのもあるんですけどうん、うん、っていうのもあって使っている感じになっているす、ね、そうですね。9098んかうちねブラストった時にすげえ EHA だなって思った記憶がすごく鮮明に残っていますね。はははははい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 、はい あと、スネアとかも多かったかな。んうん。あ<ー>とかっていうので、一つあれなんだなって思っています。すねすね、はい。まあ、これもあの、ご存知の方も多いと思いますけど、ルパートニーブデザイン。そうですね。どこまで関わってるのかは未知数ですけど倍 <laughs> <laughs> って書いてますよ。<laughs> そうですよね。デザイン度倍でしたっけあれ。はい システム9 0 9 8 e q バイルパートニブデザイナー<バ>イ <laughs> なるほどなるほどおおみたいな <laughs> そうですねまあだか,なんかフォーカスライトともまた違ったクリット感ですからねそうですねうんそうねそうねかななんて思いましたけどねはいはい鈴木さんが私はですねやっぱりそうやって言われた時に一個思い浮かぶのはグレースのモニコンですかねやっぱり、うん、ああ 解像度高いよねモニターコントローラーを挟むとよ、うん、くない方向に行くよねみたいな、はい、その利便性は上がるけれども、はい、サウンド的には直つなぎの方がいいよねみたいな、うん、のはやっぱりあるじゃないですか1個 1> あると思いますその常識がが覆たたたですねね通した方いいいじゃんこれみたいな,<笑><笑>稀なケースよね <laughs> <laughs> そうですねうんうん どうしてもなんかその失うものと引き換えにみたいなところになってくると思うんですけどでもすごいなと思って聞いてましたよなんかもちろんその使ってる人も多いし多いというかいるし周りにはですし話は聞いてましたけどやっぱ自分の環境自分のインターフェースの出事で確認しなきゃやっぱこの辺って分かんないとこないですいやそうですね怪しいとかどうかとかっていうのは結局中に入れてみないと分からないですよねですよねっていうので みんなが言ってることは真実だったみたいな <laughs> <laughs> 感じではありますかねはいはいはいちなみにそれのさらに上のグレードのモニコンってあるんすかはい、はい、それが変な話マックススペックなことないですうーんどうなんでしょうねアボセットと905がやっぱり一番、うん、いわゆるモニターコントローラーの有名どころの中ではって感じなんじゃないですか、ね、ハイエンドオブハイエンドなイメージがあったんですけどもっと上のもあるか どううなんでしょうねまあまあでも素晴らしいものですよね。そうですね。ねま,、うん、まあね,ね問題やっぱ値段ですよね、ここ。えまあそうですね。取れるこは、ね、ところのジャンプ防いで切るところがなかなか難しい。いやもう現状の価格だったらもう全然買えないですからね。あ運が良かったですねというのもやっぱりあるので買えるものは買えるうちに買えとけみたいなうん、うん、いつもの感じになっちゃうんですけど。はい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 。ろろい 値段だけではなくて手に入りにくくなる機材とか多くなるじゃないですか。それこそ9098 90はまあ弾がいっぱいあるからあれですけど、うん、弾が限られてるものとかなっていくとそうすね修理不能になっちゃったやつとかね、うん、<laughs> 手放さないもんねみんなみたいな機材もあるじゃないですか。とかっていうのはもしいろんな折り合いがつくんだったら手に入れたいなみたいな気持ちはなくはないみたいな。うん、そうっすねー <laughs> ところではありますか、ね、確かに確かね確確ににあと何かありますか機材回りとかで。機材回りでゴールっていう意味では C800 とかですかソニーの。あれも一つのゴールな気がしますね。あ,<ー>あれも買え聞こことしないぞっていう。そうですね。まあなんか懐かしいものになってきてなんか申し訳ないんですけど。同世代だよね。あの9098と <laughs>。まあそうだろうね。 とかもあるし今だけ利益であるし、はい、うんうんうん、そうですね。そうですね。う、ま、ち、あ、にいるわけではないですが、はいゴールだよな <laughs> みたいな感じは <laughs> するかな。<laughs> あ、まあ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 あの持ってないやつっていう風にやるともう無限に広がっちゃうから、うんうんうん。えっと持ってる中でいくとやっぱしあとはえっと赤赤毛の四五一とか。 別に高いマイクじゃないじゃないですか。なんですけどやっぱり使い勝手いいなって思いましたねはい、はい、最近あの家代保ぎとか撮ってて。う,ーんうん。あとパーカスとかもやります。ベストセラーベストセラーですよね。そうですね。何年経ってんすかねあれだって相当ですよね。うんなんかもっとセルフノイズの低いやつとか、うん、いあるじゃないですか今。 はいはい、それこそあの赤毛から派生したラインとかあるじゃないですか。はははいはい、はいとかっていうのももちろんいいんだと思うんですけども451、うん、は451でいいなっていう感じですかね。かねなるほどね。もうこれもそんなに高くないしねうん、うん、十分手の届く範囲で便利だなって思ってはいますね。うんうん、やっぱゴールって話になってくるとさ、はい、やっぱこう。 王道のものが結構強くなってくるかな、<laughs> もしかしたら。<laughs> ね、ああ、そう、ね。意外と、それが飛び,飛び抜けているものとかみたいになってくるから。ゲームも欲しいけれども、あそこまで個人で所有するべきなのかみたいなところになりますからね。うん、そうだよね。うん。マイクはこんな感じか。<laughs> そうですね。小物。小物。なんかすぐちっちゃいもの、本当<お>小物。えっと、リアルフォース。リアルフォースはい。 到達したこれはですねこれでこれがこれがこれが正解ですフィルコではなくあのフィルコほら基本的にやっぱりカチャカチャ言うすぎカチャカチャ言うのはですね全然いいいいんだうんカチャカチャ言うのはえっとあんまり気にならないかったんですけどやっぱりこう点キーのプラスとマイナス問題ここがですねやっぱ許容できなかったですねマックユーザー的にはああそうかそうかうん まあこれ Windows 使われてる方からしたら何言ってんだって感じだと思うんですけど、うん、でもそういうとこねあるよね多分ねプラスが何でこう2個分使ってんのみたいな、うん、お前はエンターかみたいな感じじゃないですかエンターエンターマイナスみたいな <laughs> なるほどねそれがやっぱりどうしてもなれなかったんですよで育った時にまあ唯一あったのがリアルフォース、うん、見つけたのがはいはいはい、はい、でまあ これもう高いじゃないですかキーボードでうんまあ3万ぐらい使るんでしょ、うん、3万今のあのえっとワイヤレスでつながるやつだと3万5 6千円ぐらいいい高いね高い <laughs> ですけどまあうんいいよねみたいな感じこれっちゃ保証的なとこはどうなんどんな感じなんですか保証3年保証ぐらいあどうなんでしょうね意外と ユーザー登録するとなんか伸びるよみたいなことが書いてあった気がしますけどしてないですね。っていうのもあれですよその到達の話で言うのであれば、はい、まあお互いマウスは違いますけどケンジントンも到達してるんじゃないかなと思っちゃうですよね。うん、ああそうですねそうですね。これその保証で言ったら5年保証ぐらいあるんですよケンジントンマウス 一回それこそ保証切れる寸前に壊れて、はい、この今日寸前というかもう忘れ,忘れてたのかなしばらくほったらかしい時にふと箱見たら「はい、あれ保証内だ」いな、うん、新しいのが飛んできて約10年近く一回買った金額のままでそのまま使わせてもらっているっていうなんか奇跡みたいなことが起きているんですけど <laughs> あそうねなかなかなくないかみたいなうんって思ってしまったですよ。 堀田先生はスリムブレード派だよねうちはリムブレードですねうちはエクスパートマウス派。これれも分かれるよねそうだねう,ん、まあ、うち途中でそのエクスパートマウスに行ったのかと言われるとそうではないのでスリムブレードがその何ですか保証対応が聞いてしまったがゆえにさらに伸びたみたいな感じになってるんですけど。<laughs> はい、<laughs> とはいえでもそうだね何台買ってるかでもそれでもうちだってもっと買ってますよ頭おかしいぐらいに買ってますからねエクスパートマウスは。 宅はだってね <laughs> 2台二台3台ありそうな雰囲気ですけどえっとねデスクのところに横で12っていうふうにあるでしょだって2つともそうですね,ねこの部屋に今3台あって <laughs> あと思い出すだけであと3台あります <laughs> そんなやつめったいないよ <laughs> ま欲しいってことかなうんっていうよりかはえっ、ー、とコンピューターごとにやっぱりつ繋がってることが多いというかあとはい運び基1個とかははい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  ででもあれですよこのちょっとへたってきたな感がやっぱり出た時に、はい、若干こうモデルチェンジしてるんですよエクスパートマウスも、えーうん、で買い替えてるとかっていうのであるので古いやつが残ってってる捨ててなくて残ってるみたいな感じが大半ですけどね、うん、なるほどねはいこれさたまって変えてたりしてんのしてないですね途中変えたりとかしたことあったないですないかってことは一つのゴールなんだ、はい、それも 球変えようとかさ結構一時期ワーワー言ってた時もあったと思うんだよねお互いにああボナンザでいいんじゃないっていうもうすべてがそれではいって感じですかボナンザでボナンザでボナンザっていうのはえっとトラックボールのに塗ってる潤滑剤コーティング剤ですねはい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 でいは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 コロいはいはいな、いいはいはい 感じですねあと小物ダバのピックガバダバダバうん知らねえあ分かったプラスチックとあのなんかゴムダバが融合したやつですねはあ。え到達点なのそれとダバが一番私はやっぱり今のところ好きですねマジかはいすげえなえなんでなかなか見ないタイプない売ってるその辺にああとサウンドハウスで買えますよあまあサウンドハウスで売ってるかもだけど うん、その辺になかなか売ってないかなまあでもそれちょっと貴重だねそうですね逆にあんまり楽器屋でピック買わないからな、えー、私一旦試してから行くとかじゃないの1枚2枚買ってダバって大量買いするみたいなああこれはですねあの知り合いに1個お試しでおすすめされてもらってああそうなんだはいそれからこれいいねって思ってずっとみたいな感じですね、えー、なるほどね引き分けはしたりする アコギはこれエレキはこれエレキは基本ダバでアコギも最近ダバですね普通のおにぎりのやつトライアングルも使うんですけどストラムする時とかどっちかみたいな感じですかねなるほどねうちピックの到達点はフェルナンデスだからな渋いとこいくよねいやこれずっとですね 多分これ本当にゴールだわ多分ん俺<ー>もうベースのピック多分それ以外考えられないですわっていうぐらいヘルナンデスを応援しています、うん、お願いだから作り続けてほしいです、はい、あのー、<laughs> おにぎり型でおにぎり型ですよで、うん、あのー、サンドグリップがついてて丸いやつねそうです楕円の丸いやつね、あのー、カラーリングは意味わかんないんですまた赤とか黄色とか黒白あともう一色ぐらいあったかもしんないはいそう なんかちょっとイメージ怪しいんですけど黒と白とかだったら使いやすいと思うんでもうちょっと作ってくれませんかねって感じですね一時期あのー、サウンドハウスで半年ぐらい待ったんで、はい、へえあもうこれ作ってくれかもってあでも今入で見てってなってるそうなんですよだからなんか近くの楽器屋とかに「ちょっと頼む、うん、頼むよ」って言ったこともあります <laughs> <laughs> マジでないっすつって「<ー>作ってないっていうオチですか?」って言って「買ってくれるなら置きますよ」って言われてうん とりあえず買うんで本当に買うんでお願いしますそれか使ってないんでっつって25<あ>歳こそ20歳ぐらいからずーっとなんで本当にとんでもない年数使ってますよなるほどねっていうのがまあ多分これからも完全にゴールです多分もう多分ずれない <laughs> ずれないですねフェルナンデスが作るのやめたって言われたら多分僕テンパリ始めると思う多分ああなフェルナンデスが発注してたところに行って作ってもらうしかないねっいうそうですね初めて教えてほしいですっていう多分お,お尋ねメールをするかもしれない23000 <laughs> なんかしかもあのサンドグリップってロットがとんでもないんですよ、うんうん、あそうなんだ普通のなんかあのオーダーピックみたいな感じの100枚とかじゃなくてうん、うん、なんか材質が変なやつ使ってるのかしらないですけど、うん、桁変わるっすよねポリアセタールってなってるね多分そうですねあの材質はもうほんと普通のやつです、うん、ポリアセタールにただグリップがついてるだけなんですけど、うん、うんうんうんそうでももうそれじゃなきゃダメですねうちはなるほどねはいアコギとか はね、もその前も。ジムダンロップになっちゃった。うんジムダンロップの0.5。はあ。多分これ到達点ですかでもこれも。なるほどね。まあんまあ変わりたくないですね。エレキが、たまにポール・ギリバートのピックがやってきますよ。<laughs> <laughs> これも長い。なぜ,なぜポール・ギリバートこれも長い。これはとと、とてつもなく長いですね。到達したかもしれない、はあ、これも。ないとちょっと不安になる。ずっと使ってるかって言われるとちょっと怪しいですけど。刻んんだりとかか早めのなんか ズクズクやったりとかするようなやつあるじゃないですか。ミュートでどこどこやってやっ、うん、ズクズクやるような時はあのポール先生が。あまポール先生っぽいもんね。ちょっとないとやっすね。あでもそういう時はうあれですねマスターエイトとか使ってますね。ああ<ー>ちょっと早いテクニカル系のやつとか難しいやつ。はい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 、はい。いなんで今手元には三つピックが出てますね。うちはそのジムの薄いのと うん、ポール・ギルバートとフェルナンデスですね <laughs> 渋いな全体的に渋いな <laughs> これポール・ギルバートのピックも多分フェルナンデスじゃないのこれまして<え>じゃあ<当>アイバニーですわポール・ギルバートモデルは一世を風靡しましたもんねあれですかねこのピックもねな初めてギター弾いた時からあんじゃないかな下手したらそん,そんなレベルで多分一緒ですこれ。フェルナンデスとかもそうよねこの80年代から 脈々とみたいなイメージですよねそうだと思いますへ他の人だと引けないわけじゃないんですけどないとちょっと不安になりますね、うん、この辺はね、はあ,あるほどね。そうですねポールに関しては赤じゃなきゃダメですなんかあるんですよこういうないないなんか色でさちょっとさなんか硬さ違うんじゃねみたいな時ない、うん、あの言ってる人を見たことはあるよかった、うん、なんか年経つなんじゃねえかなみたいな気はする正直、うん、でももう赤しか買ってないみたいな感じになってるから 他にずれれたくなないかもしれない今なんかそれでちょっと思い出したんですけどなんでしょうちょっと昔って、うん、なんか不思議なことを都市伝説化してませんでしたギターとか特になんだろうあのー、使った後の弦を煮ると戻るみたいなかあ<ー>でしたあ言ってましたね重曹で煮るでしょそれああかなあかなかなベースの弦とかでよかったですそれ煮たことないけど。 うん、なんかさそういうマインドって知らぬ間になくなったよね本当になくなったのかないやだってさだってさだってさ <laughs> まあこれ最近本当若い方20代の方とかは全然「<laughs> は何言ってんですか?」ってなると思うんですけどそうだよねありましたよね <laughs> その多分雑誌で紹介されてるレベルで多分そのねゲームにいるわ <laughs> 見たことあると思うよ、うん、とかあの、えー、とポップガードをストッキングで作ろうみたいな あったねポップガード買った方が衛生的だし絶対いいだろうと思うんですけどストッキングで作れってあったねあったよねあれ誰考えたんだろうね天才だよね今考えたらかなでもや,やった人を見たことがないんですよねあれもないね年伝説すぎるうんでそのなんかさそういうなんか節約マインド <laughs> なくなったよなと思って <laughs> 節約なのかなあれわかんないですけど 節約なんいや分かんないでもね地僕地方出身じゃないですかはいポップガードを見た試しがないかもしれんそれは<う>ゴッパー文化ってこと、まあこんまあ、今ですが今でこそ、まあね、これもうなんかもう昔古い話みたいになっちゃって嫌ですけど、はい、そんなマイクのコンデンサーがすかすかその辺に置いてある感じなかったんでうん、うん、まあもう当然ごパーですわあ、うん、ってオーうん終わりみたいな。 うんうん、<laughs> コンデンサーおはみたいな <laughs>。ロードとかが一世を風靡はしたけれどもね。うんあれついてたんでしたっけ、ね、あれって。<ん> NT1 とか NT2 ってなんかこう、はい、ロードって書いたポップガードついてませんでしたっけショックマウント一体型みたいな。あっ,たあったと思います。あったよね。うん。そうだね。だからもしかしたらっていう そういうところから、うん。こ <laughs> ストッキングとかっていうのが出てきたのかな <laughs>。いや、どうなんでしょうね。わか,からない、からない、わからないです。なぜそうしたかは、全くわからないし、なんでニールのじゃストッキングなんよっていう、なんか、不思議な話になってくるし。うん。うん、いや、でもさ、それはまだわかるよ。その素材がさ、ポップガードと近いからさ。はい,はいはいはい。でも、ゲンをニールはさ、ちょっと、状況を意識していませんかと思うんですよ。はい。思いませんか いや思いますよ。<laughs> 思いませんかい思います思います。ただただし汚れが取れるからといって音の輝きなのなんだかっていうのは関係あるのかみたいな。やったことないからわかりませんけどあれ鉄じゃないですか鉛って。はい。似たら錆びるんじゃないですかね。そんなことないんですか。吹きゃいいんじゃないの。本当 <laughs> に？いやわかんないけどそんな瞬間的に錆びないでしょっていう。 まあでもほら手汗で結局錆びてたりするレベルのやつじゃないですか<や>あの巻きゲの中に入っていっちゃってそうだねそれダメなんじゃないのかな分かんないですけどねもしこ,この,あの有識者の方いらっしゃいましたらぜひ、うん、意外とこれはいる気がしますね経験者の方はたまたま今2人しかね話してないからですけどうーんだしバンドごちごちにやってるとマじかねないっていうふうになるんで、うん、ああそうねまあ節約したいっていう気持ちは分からずでもない、ね あとはその辺の節約とかだとあれですよねあの5円玉インシュレーターとかですよねあ10円玉を置いてたことあるよ3枚ぐらい重ねて効果ゼロではなかったなまあそうですね30円とかでできるんだったらいいよねみたいな感じですよね一旦積み上げてみたみたいなうん、うん、3枚ぐらいでうんうん消しゴムはちょっと違ったなと思ったわあとコインで本当に引いてる人はいたんだろうかねいた いやそれこそポール先生好きな人は歯で弾いてる人とかいなかったまあ歯ギターは痛い痛い痛いいいらっしゃいましたよあのはいあんまりその辺ディスれないところなんであのはいなんですけど今もういらっしゃいますでもコインは見たことないんですよ正直まあ弾きにくいだろうね弦切れちゃうよなって思っててうんうん試したことないわけじゃないんですよでもその使い続けるの結構難しくてうんうんギリギリジャリジャリ言っちゃうし難しいよなって思っちゃうんですよね そうだねうんまあなんかそういうちょっとこのままい,いってくとなんかレガシーなネタになっちゃうんでこれぐらいにしようと思うんですけれどももう一個ぐらい出そう周辺ネタファ,ファーマンのあれ電源コンセントはあ,、はあ、あのーテーブルタップみたいなやつ6個口の、はい、あれも買いきかないんじゃないですかもうあの価格帯で5000円ぐらいですよね あークラシックプロが出てますよね。どどう違うのかわかんないですけど。あークラシックプロ逆に現外で見たことないな。そうお,お意外とある気がするな。るるタップで？うん。えークラシックプロはなんかどこに行っても見かけるぜみたいな感じなんですけど。本当あのタップだけじゃなくてね。ああまあまあね。うん。うん、そっかクラシックプロのタップもでも八千円ぐらいするんだね。そうだね。はい。えー、ええってことは フォーマンのやつも同じぐらいするってことじゃないですかあこらこ辺<分>きっちり値段上がりましたね。うん。<laughs> びっくりしたね。なんか変わんないんだもん。そうですね。はいはい。まあでもこれもちょっと友達点な気がしちゃいますけどね。クラシックプロちょっと不勉強でしたけど。<laughs> <laughs> <laughs> まああとは、工場さんとかも聞くかな、この辺だと。うん<ー>。あとまあ、あ<れ>ちょっとお金あると親入いとかね。タップだと。親入りのタップ れも流行ったよ、ね、うんま、うん、あでもなんか見かけんのと使ってんので言ったらファーマンのギャップかなって思っちゃうけどねそうですねー「ニュカミテて」って書かれてるからちょっと気まずかったけど <laughs> 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 あれなくなっとるやんのみたいな <laughs> まあいろいろありましたよねこの安定化電源とかもこのサイズの中で、うん、EX プロとかもあった気がするなーとか思い出しましたけれど、えーえー、楽器楽器 PRS。うん PR まあ万能だわな、うん。万能、うん、そうですね歪み系万能選手みたいな感じですかね。うん。カッティングがねですねやっぱり私苦手なんですよね PRS。PR トーン絞った感じのさウエットトーンみたいなやつも結構上手じゃない音的には全然いいんですけど、うん、あのカッティング系とか単音系とかだとストラトの方が弾きやすいっていうだけです。 ああ,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 あなるほどね。うん。そうですね。あとなんかやっぱスケールなんですかね。うん。うん。ちょっと違う。やっぱ弾いてる感じ違うので。はい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 。そうかもしれない。はい、とは思ってますね。うん。ギターはちょっとでも到達点わかんないな。まあ好みがよりでかいからねというのも。とは、ね、個体差もでかいし。 多分今一番ギターの中で捨てないだろうなってエスクワイヤになるけど <laughs> まあかなり特殊だよねそうだねだしもうあんまりないんだよだからもうちょっとこれ中のやつ配線いじったりとかしようかなとか思ったりとかしてるぐらいには思ってるのに多分まあまあ多分こいつ一つのゴールですね多分何かでなんかでバズったらさすげえ盛り上がる可能性を秘めてはなくはないよね <laughs> なのかないやなんかさ手に入らないって結構さ、うん、あのすごい勝ちじゃないまあね自分でコントロールできないじゃん、うん、もうなんかあと日本に何台しかありませんみたいになった瞬間にみんな欲しがるみたいなさでもオクターブチューニング全然合わないし <laughs> <laughs> トーンなんて真ん中で全切りするか真ん中でちょっとカクカクやるかぐらいしかもうトーン変わらないんだぞ、うん、んいやいいんだよそれでまあまあ僕は好きだけど ニュアンスは超出るけどな何でしょう万能が欲しい人はそういうのを買うんでいいんですって思いますけどストラトとかはどんどん上のやつ欲しいなと思うんですけどねうん,うーんそうね、うん、でプラ,プラグインに関してはゴールはないっすねそうですねこれいたちごっこみたいなとこありますからねうーんなんか,なんかうんそうですね感じたことはないな出てきたやつで古くなってったやつがさ、はい、もう息してないみたいな気持ちになったやつがさ華麗に復活できたりとかするじゃん うん、あんまないやいやいやなんか自分の中でさ、うん、もうこのメーカーいいかなみたいなやつがさあとになってからバーンって復活してくるみたいな。うん、っていうは僕はわーわー最近あったんですけどまあなんか名前は別に出さないですけどんかそれ使って好きな人もいるじゃないですか。なんでそこは別に言う必要ないと思ってるんですけどでもそういうパターンもあるかなって思うのでうん、うん、そうねだからなんかくるぐるしてる感じがしますな。 うんそうですねやっぱここプラグインに関しては新しいが正義ですからねうんそうだねそんな感じはしますわね、うん、なんか古いのを使い慣れてる以外で使い続ける意味はあんまり希薄かなってやっぱどうしても思っちゃうタイプなんですようん,うんえでもな係りとか違うからな確かにななんかさ一時期さずっとさ頑張ってさ、はい、好きだからっていう理由でさソナルクシスを使った時あったじゃないですか僕うん手が離れたじゃないですか うん、帰りたくないですよね。<laughs> <laughs> ってなっちゃうからなそれに関してはやっぱあの見た目の使いやすいだから見た目とかね音の感じも好きやったんだけどねなんかうだけどどうしてもつまみが小さすぎるとかさ時代背景に合ってないみたいな感じになってしまってどうしてもうんってなってしまったけどあんまりそこに執着がないんだよな私あーまあ割とサクサクアップデートもしちゃったりとかするタイプの人だもんねうーん <で>なんか今より何かに改善すればそれはそれで1個の正解と思っちゃうからはいはいはいまあでもあ僕も流動的なものだなっていうふうに思うようになったようん,うんええ。みたいな感じでしょうかねですかねはいなんか皆さんもこれはみたいなものがもしありましたらお聞かせいただければと思いますねいろんなジャンルで結構これ出てきそうですよねそうですねそうですねあこれ1個だけ聞きたいっすわケーブルとかもあるっすかケーブルうんもう最上でいいんじゃないですか ゴールだはい <laughs> うちも、まあ、結局もがみであるが <laughs> いやいかこれあるかなって思って一瞬今最後に聞いてみたけど <laughs> いや逆になんかもう「最上でいいじゃん」ってなってもうしばらく結構経ちますよえーうん、いやいろんなやつ結構ぐるぐるいくイメージあるからあれやったけどんか、うん、もう一時期凝ってた事態はありましたみたいな多分前にもなんかお話ししたかと思うんですけどははい、はいそんな些細なことに気を取られてはならぬと。うん 重い、もう2534でいいがいい。ありがとうございます。ちなみに堀田的には何かありますかいや後ろっすようちうちずっとモガっすもんって。あとはあれさあのうんでももうね取れないからねさ子のケーブルもずっとさ子っすね。なんかあれ薄味じゃない おー個人的には好きだけどね一回差し替えたこともあるんですようん眉唾なんではって思ってうんうんうんんだけど結局うちはそれで慣れちゃったから、うん、そのままそう着てますねうんうん薄味かなどうかななんかミッドが薄い気がしてね<ー>見渡しはいいんですけどねはい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 、はい、なんかうちやっぱりミッドが好きミッドが欲しいみたいなはははいはい、はい感じ 割先生割とさドンシャリじゃんそうだねその感じかもしれない好み的に言うと、うん、合ってるのかもよねうんうん好みに対してそうかもしれないまあここもねあのほどほどなほどほどな適度な <laughs> 適度ないいところの <laughs> いい塩梅っていうのを見つけていきたいというところでございまして、ね、ケーブルもそう,そうですね電源含めはいはいということで今回は はい、これは自分の中で一つのゴールだなぁなんていうテーマでお送りしてみましたはいあ、はい、のテーマリクエストなんていうのも非常に大歓迎でございますので、はい、ぜひお気軽にコメントいただければと思いますお待ちしております、はい、ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございましたありがとうございました